で活躍した東京帝国大学工科大学づくり科学科卒業。関西工学専修学校初代校長、理事長、金沢市長。1940年11月から1943年9月まで大阪商工会議所会答。当時の関西建築会の重鎮であり、日本都市計画研究の先駆者であった。 日本建築協会会長は30年に及んだ。その功績を称えて、同協会より、片岡康師賞が創設されている。また、建築会のみならず、大阪工業会会長、商工式書会長をも務めた実力者であった。1876年かが前田藩士細野直重の次男として、金沢市に生まれる。1897年。 東京帝国大学工科大学づくり科学科を卒業し、日本銀行技師となる。1899年日本銀行大阪支店、建築工事中、日本生命保険副社長、片岡直春の婿養子となる。1903年第34銀行技師。1905年、辰野金吾と辰野片岡建築事務所を開設。 1912年大阪市中央公会堂、指名コンペの一員に選ばれる。1917年関西建築協会創立、初代理事長となる。1918年内務省都市、計画庁大阪委員、社団法人大阪工業会場無理事。1919年日本生命保険取締役、片岡松井建築事務所を開設。 1920年東京帝国大学より工学博士号授与。1922年片岡建築事務所を開設。京都帝国大学工学部建築学科講師職託。社団法人大阪工業会会長。同年、本城一慶三郎に招聘され、関西工学専修学校初代校長及び理事長に就任した。1923年。 大阪信用組合組合長。1927年、石本菊治と片岡、石本建築事務所を設立。1934年、金沢市長。1940年、大阪商工会議所会頭。1946年、死去。旧日本生命保険九州支店9、山口銀行京都支店鹿児島市中央公民館。 工場、片岡康氏学校法人、上昇学園、大月都市を、町並み図布、文献商用それの11編、岡康、現代都市の研究、家と、町並ナンバー60、住宅生産振興財団、2009年9月、松浦清吉村栄介、上昇100年物語特別対談、片岡康の描いた夢は100年で、どこまで実現したのか。 プローナンバー84、学校法人、上小学園、2019年5月、ピアニッシモ、も5から6、佐野義彦、建築から学ぶこと片岡安の肖像、安井建築設計事務所マガジンナン、no. バー109、2007年、創設の経緯工業技術者育成のパイオニアとして、学校法人、上小学園。ありがとうございます。